はい、こちら読谷の祭りの会場からのレポーター今夜です。よろしくお願いします。今日はですね、第39回読谷祭りの会場から生中継させていただいております。会場もだんだんですね、雰囲気が良くなってきまして、これから盛り上がるんじゃないかなと思います。今からですね、赤十字さんからメッセージをいただきたいなと思っておりまして、呼ばさせていただいております。すいません、長い間お待ちして、すいません、ありがとうございます。ですね、自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、読谷村赤十字奉仕団の委員長の玉木英子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。副委員長の比嘉初美と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、今回玉城さんと、比嘉さんということでありがとうございます。今日はですね、赤十字さんということでですね、献血とか、その活動の募金とかですかね、活動内容の方を少しPR をよろしくお願いします。はい、読谷のですね、赤十字奉仕団の方では年間を通じて献血活動を行ってますけど、今日はですね、また読谷祭りの会場で朝10時からですね、午後4時までの間ですね、献血運動をまた会員の皆さんで展開しております。それと同時にですね、また歳末助け合いですね、募金活動も合わせて行っておりますので、募金の方もまた献血の方も合わせてよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ぜひともですね、募金の方とですね、献血の方はですね、会場の方がですね、よろしいです、うん、会場の方がですね、駐車場のですね、トイレの横の方でテントを張って、赤十字社のですね、献血の車が止まってますので、よく目立つと思いますので、その会場の方までお越しください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、お聞きするところによるとですね、赤十字さん、この読谷支部の方々はですね、何も献血とかだけではないと、その他にも活動されていらっしゃるということなんですけれども、比嘉さんの方にお聞きしてよろしいですか。はい、ですね、老人ホームとかそういったところに清掃の手伝いに行ったりとか、また他に青少年のとの交流とか、いろいろそういう、年間としていっぱい活動しております。はい、ということで、いろいろな奉仕活動をですね、されていただいて、地域に貢献されているということで、本当に読谷の、ね、活性化に、貢献しているということで、ありがとうございます。僕もね、読谷のラジオをさせていただいて3年目になるんですけども、ですね、ぜひともですね、献血イベントとかにまた呼んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、今日はですね、献血イベントですけども、午前10時から午後4時までということで、6時間ですか、約よ、はん、そうですね、半日ぐらいですね、ということでですね、皆さんですね、ぜひとも読谷祭りにお越しいただいた際にはですね、献血イベントの方にお顔を出していただけたら嬉しいと思いますですね。その他にも活動が終わりましたら、祭りを楽しむことができるんですよね。はいはいはい、また献血と、この奉仕団のですね、活動が終わりましたら、また皆様ですね、いろんな組織に加入してますんで、そこのまた活動でですね、踊りとか、また同人会は同人会でですね、みんな活動があると思います。それにまた夕方からは頑張っていくと思います。はい、ありがとうございます。最後にですね、読谷祭り第39回になりました、皆様に、会場にお越しいただいている皆様すべて、またはですね、読谷ないしは沖縄の皆さんに一言メッセージ、比嘉さんと、玉城さんから、いただいてよろしいですか。まずは玉城さん、お願いします。今日ですね、もう本当にお天気にも恵まれまして、素晴らしい読谷祭りの日になっております。ですから、たくさんの方がですね、献血ですね、ご協力と、また募金の方にもですね、皆様協力してもらいたいなと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。比嘉さん、お願いします。読谷祭りを楽しみにいらっしゃって、でそこでまた募金とか献血をやっていただけたらなと思います。ぜひ読谷祭りにお越しください。はい、ありがとうございました。第39回読谷祭り会場から生中継させていただきました、リポーターの今夜と、赤十字さんの玉城さんと比嘉さんでした。ありがとうございました。じゃあ戻しますね、お願いします。
読谷まつりの会場から沖縄東中学校の田場明日香と玉城明日香と尾長彩香がレポートをお送りしたいと思います。読谷まつり商工会の比嘉さんにレポートをしたいと思います。今日はどのような出展をしているんですか？はい、商工会ではですね、会場に来られたお客様にですね、感謝を込めて、日頃の感謝を込めてですね、出展者からですね、いろいろ商品を提供してもらったりしましてですね、それを、抽選会をすると、500円で1枚の、抽選券を配布しますのでね、500円分の買い物で1枚で3枚でですね、 1回の抽選をするという、抽選会をですねしております。はい、ありがとうございました。最後にラジオとインターネットで聞いている皆さんに一言お願いします。はい、今日ですね、天気が良くて、昨日も良かったんですけどね、昨日予想以上にですね、商品が、お客さんが来ましてですね、今日もですね、たくさんの商品、一等は、自転車から、ホテルのね、宿泊券、あるいはランチ券とかですね、いろんな商品を準備しておりますのでね、ぜひ、読谷まつりにお越しくださってですね、どんどん抽選をしていい商品を当ててもらいたいと思います。はい、ありがとうございました。今インタビューしたのは読谷村商工会の比嘉さんでした。中継戻します。読谷まつりラジオから沖縄東中学校の尾長彩香と玉城明日香と田場明日香がお伝えしました。後ろ姿がいい、後ろ姿。
バカやってんじゃないぞ。バカやってんじゃないぞ。の小島まりなと伊佐風子です。こちら読谷祭りの会場から沖縄東中学校の小島まりなと伊佐風子です。今日は商工会青年部の赤嶺さんに話を聞きたいと思います。赤嶺さん、今日はテナントの方どのような商品を販売しているんですか？はい、皆さんこんにちは、読谷で一番元気な商工会青年部の赤嶺です。ですね、今日は私たち青年部の事業所で作っている読谷さんの黒豚を使ったおむそばを販売してます。とっても美味しいです。じゃあ皆さんに食べてほしいですね。そうですね、昨日も天気の悪い中たくさんのお客さん来てもらって大好評でした。完売しました昨日は。
他にも様々なことをやってると聞いたんですが、どのようなことをやってるんですか？はい、そうですね、読谷祭りのメインイベントである大気の行進ですね、新高線に乗った行進の主役の大気役を青年部がやっています。今年もやります。ありがとうございます。では最後にラジオとインターネットで聞いている皆様に一言お願いします。はい、今日も大変天気がいいので、商工会青年部のお店に、おいしい食事を準備してますので、ぜひ遊びに来てください。お話をお聞き、答えてくださったのは商工会青年部赤嶺さんでした。以上、読谷祭り会場、小島まりなと伊佐風子でした。